バリーピークス。3つの山の頂上の3つに電波塔を設置する必要があるよ。さあ行くぜ。ああ。どんどん行けちゃうな、これ。意外と言わないんじゃない?このゲーム。ああ、落ちる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 。どんどん行っちゃうぜ。あとちょっとだ。やった、来たよ。力を感じるわ、このラジオから。わー。あー!やったー!こんちゃん。次の山はあれかね?どうしてカエルの手は長いんですか?あー!落ちるー!これやっぱりこういうふうに離れてジャンプするべきなんだよ。ほらな、これで OK だ。よっしゃ。何これ、音楽はなんかクロノトリガーっぽい良い曲だ。希望に満ちた熱心のカエルが長い登りを始めるのを見ることができるので、それは素晴らしいことです。登山初心者がここで苦戦するのを見るのが好きなのか、こいつはすごい見てるわ。私はここを登って苦戦するのを楽しんでいるというんですか?あなたは、やだよ。やだわ。頑張りを見てんのかもしんないよ。頑張ったねって思ってんのかもしんないよ。あれ、掴まないと。あ、掴まないといけないんですよ、僕は。誰かいる、誰かいるわ。オーマイゴッド、オーマイゴッド、オーマイゴッド。え、何してんのそこで。あっちか、あっちに行けばいいのか。あ、これだ。よし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 。はあ、こっから失敗できないじゃん。急いでいかないと。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。絶望感がすごい。あのルートは無理だ。超上級者向けですね。わかる。なんで中間地点の後に全部落ちる場所があるわけ?文句を言っている。王子さんだよ。つぼおじさんルートだよ、さっきのは。さっきのは向こうだね。蛇を用意したルートだったよ、さっきの。下に人がいる。スルーしていくしかないか。怖え。勇気出して。行くぞ。あ、ぬあそこに人いるわ。よっしゃー。よし、行った。にょーん、あそこか。よっしゃ。無線が送信される。本当?クレジットだ。